それでは H2 ノルムについて説明します。ここでは伝達関数 G が与えられているものとします。H2 ノルムは周波数応答の原因の事情面積を考え、その平方根を取ったものになります。また、パーシバルの定理という定理を使ってやると G のインパルス応答の事情面積の平方根と等しくなります。 この H2 ノルムはマトラボの関数 H2 ノルムを用いることで簡単に求めることができます。